はい、皆さんこんにちは、江本武田です。今日の週刊江本、いよいよ大詰めに来てですね、これ何度もコーナーで言うんですけど、阪神とオリックスが1位になることはもうほぼ間違いないでしょうというあたりで、あとは2位3位争いとかね、ひょっとしたら広島がまだ首位を狙えるかなというかすかなところはありますけど、基本的には A クラス争いになってきたということで、セモバもですね、3位4位の争いというようなところで、最終的に、クライマックスシリーズに出てくる、チームが決まってくるということです。で、一つ問題なのはですね、今日は週刊江本ではやりませんでしたけども、またこれ自習あれが始まった頃にね、クライマックスシリーズ始まった頃にやりたいと思いますけど、これ近々もう阪神マジックが10いくつでね、もしかしたら、9月の15日前が最短で優勝してしまうということになればですよ、クライマックスシリーズまで約一月入ってしまうと、これ果たしてどうかなという問題があるので、これはちょっともうちょっと先に、週刊エムトでもう一度やりたいと思いますが、今日はですね、何を取り上げたかと言いますと、やっぱりそのシーズン、後半戦になるとね、そのさっき言いましたようにチーム成績もあれですけど、個人成績というところでね、ピッチャーも含めて、先週か先々週とか、ピッチャーの関東投手が増えたとか、いろいろその個人成績のことをやりましたけど、ここから先個人成績はね、熾烈な争いが来る、首位打者一つはですね、それから三冠と言われるその一つの首位打者、ホームラン、打点ですね、この争いが、打者の方で言えばですね、これからいよいよ争ってくるということで、大変熾烈な戦いが出てくると思うんですけどね、今の上位トップは、一つはそのホームランの話を今日はしようと思ってね、言うんですけども、ホームランの話はいろいろあります。ホームランというのは野球の魅力でね、先日も神宮球場でね、佐藤が打ったホームランとか村上が打ったホームランとか、このところですね、岡本の打つホームランとかっていう、そのホームランバッターが打ったホームランというのはね、これはやっぱり見てても気持ちがいいというかね、私はピッチャー出身だったから、打たれた瞬間カチンとまだ未だに来るんですけど、でもね、やはり打った瞬間のこの奇跡っていうかね、打球のその速さとかね、飛距離だとかね、こういうのを見るとやっぱりプロ野球の魅力はね、これホームランだと、お客さんも当然ながらね、外野にあれだけお客さんがいるということは、やっぱり自分のそばに来るホームランを見たいからなわけですね、そういう意味でね、ホームランの魅力ってのはすごいなと、思って、いつもこのホームランを打った瞬間に思うわけですけど、そこで、一つ皆さんにちょっと注目してもらいたいのはね、かつてはどのチームにも4番バッター、ホームラン打者というね、イメージのバッターがいて、である程度本数をみんな打てたんですよ、12球団 の, そのホームラン打者という人はね、我々の財団と当然皆さんご存知のように王さんとかね、田口さんだとかね、そうそうたるホームランバッターがこうゴロゴロいて、パ・リーグにもね、そういうバッターがいて、でそういう人たちの本数をちょっと今日はね、比較してみたいと思うんですけど、これは単純比較はできませんよ、それは昔と今は、単純に比較してね、昔を悪く言う人はいますけど、そういうもんじゃなくて、その魅力のあるホームランの数というのはですね、どれぐらいみんなが打てたら、人気があるのかなということで言いますと、ちょっと残念ながらね、年間143試合やる中で、今一番打ってるバッターセパ合わせてみると、これ岡本が37本打ってるわけです。これが一番打ってるんですけど、やっぱ30本台になっていくとね、結構打ってるなと。これはもう40本を超す勢いですから、今ね、岡本の場合はね。だから岡本のホームランは非常に見てても、最近は見る機会が多いので、ファンの皆さんも大喜びだと思いますけど、しかしこの後のホームランバッターといえばですね、これはもう当然セリーグでは、去年、56本打ちました、
村上選手ですね。この村上選手がどれほど打ってるかということで、ふと、まあ、皆さんあまり関心ないかもしれませんが、何本打ってるかというと25本しか打ってないんですよ、去年と比べたら。もう残り2試合もないのに、わずか25本、25本しか打ってないということになるとね、まあ、ちょっと物足りないですよね。これホームランバッターのホームランを見るということで言えばね、まあ、チームの成績もあり、まあ、個人の成績も去年からぐっと落ちてるんでしょうがないにせよね、まあ、ホームランバッターというのはね、やっぱりその打率が悪かろうがチームの成績が悪かろうが、まあ、ホームランはやっぱり打つというような人の、まあ、ホームランバッターをこう、まあ、いるわけですが、まあ、そういうのをまあファームの皆様ね見たいだろうということで言うと、ちょっと物足りないですね。でこれ私もずっとまあ新聞毎日見てるんですけどね、セリーグで言いますと、その岡本が37本、あとは牧と、村上が25本ずつなんですね。であとはもう20本以下なんですよ、この時点で。で、まあ、最終的にはもうちょっと増えるでしょうけど、あと 20試合の中でね。しかしあと20試合で毎日ホームラン打って20本打つって人はいないでしょうから、まあこの数字から大きく変わることはないと思うんですが、これはねやっぱり少ないと思いますよ。でそこに持ってきてパ・リーグ、これホームランバッター今トップいってるのが浅村選手とロッテのポランコ選手ね、この2人が23本なんですよ。でシーズン通して23本しか打ってない4番バッターとかね、まあ、しかというかそれは言い方おかしいんですけど、打のパ、そういったね、大変まあパリーグの打線というのは、ものすごく魅力のある打線だということでね、ホームランバッターもいっぱいいてですね、ガンガン皆さんがホームランの魅力、打の魅力というものをね見て、プロ野球を見てると思いますけども、まあそれを考えたらね、これわずかね、23本でね、それはもう浅村なんて打った時のホームランの打球ってすごいですよ。素晴らしい魅力があってね、まあ、お客さんも喜ぶ、まあ、我々見てもスカッと しますけど、まあ、ポランコなんていう選手もね、どこまで飛んでいくのかなと当たったらですね、まあ、そういうことで言いますと、まあ、そこにどういう原因があるかとか、なんとかまあ深く追求する気はありませんが、まあ、総じて言えば、まあ、プロ野球の魅力は、ホームランであると。現場のグラウンドの中がもっとこう賑やかなね、華々しい雰囲気が、まあ、やっぱりホームランをお客さんに見せるというところもですね、まあ、必要ではないかなということで、まあ、ちょっとセパのね、今年あたりのホームラン数はちょっと少ないんじゃないかなと、まあ、その原因についてはそれはまあ各現場の人たちは考えるべきでしょうけども、それからまあ打率の方もね、これ前にもやりましたけど、やっぱりねパリーグの場合はもうわずか、3人しかいないと、3割打ってる人はこの今日の時点ですよ、残りもう2試合ちょっとして、それからまあセ・リーグはまあ軽うじて5人ほどいるということですから、まあそれも含めてですね、投稿打定ではなくて、やはりプロ野球の花、野球の花はやっぱホームラン打撃というのが一つの魅力の一つですから、まあ、そこを皆さんがどうお考えなのかということで、ちょっとね、皆さんにこの話をさせていただきました。以上でございます。